警察によりますと今月26日北九州市小倉北区に住む82歳の女性の家にデパートの店員を名乗る男からあなたのキャッシュカードが店で不正利用されているなどと電話がありましたその後銀行協会の職員を名乗る若い男が女性の家を訪ねキャッシュカード2枚を騙し取りました女性の銀行口座からはおよそ82万円が引き出されていたということです 警察は今月に入り福岡県内でデパートの店員を名乗る同様の電話を31件確認していますそのうち6件で現金がだまし取られていて被害額は合わせておよそ1100万円に上るということです